こちらは田鳩神社ってお読みするんですか？田鳩。田鳩神社。田鳩。あ、田鳩ですね。あ、そうですか。田鳩。大きい鳩。ああ。うん、田鳩神社に来ています。多い少ないの多いという字に鳥の鳩、田鳩神社と言います。島根県は石見の国二宮になっています。一宮は物の部神社です。島根県江津市にあります。そのまま二宮町という地名になっています。古くからあることを示す平安時代の式内社縁起式に載っている神社です。御祭神は琴代主の神様です。これは島根県の島根半島東の端にあります美保神社、その神様が琴代主の神で、恵比寿様というふうに今では各地で祀られている神様です。恵比寿様ですから商売の神様、漁業の神様、それから船などの海運ですねの神様となっています。この神社の神殿の中にも近郷近在の商人たちの船が額に書かれて奉納されています。琴代主の神はこの地に来られて、そしてこの地を開拓されてここでお亡くなりになったというふうに言われています。もちろん琴代主の神は美保の沖で亡くなったというふうに普通は言われていますが、おそらくその一族の人たち誰かがここに移り住んできてこの地に繁栄をもたらしたのだと、そのように思われます。名前も田鳩神社、ちょっと読み方がわからないですが、宮司さんにお聞きしたところ、田鳩神社というふうに言うんだそうです。三本足のカラス、これ熊野なんかと一緒ですけれども、それが祀られていまして、サッカー日本代表の旗なども、あるいは三本足のカラスの絵なども神殿の中に置かれていました。いずれにしても由緒正しい古くからのお宮さんで、ちょうど今10月半ばですが、あと1週間ぐらいしたら例大祭、それから豊作に感謝する新嘗祭も行われるということをお聞きしたところでした。静かな雰囲気の中で心静まる神のお社です。